こんにちは。こんにちは。ヤシの木リハビリ訪問看護ステーションの長谷川と山田です。本日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、ベッドでの介護時の事故、まあ、ベッド上での介護時の事故ということで、まあ、ベッド周辺での起こりやすい事故を、まあ、5選挙げさせていただきます。ちょっとランキング形式で5位から順番に1位まで説明させていただき、まあ、それの対策も含めて話させていただきますので、ぜひ最後までご視聴ください。お願いします。僕たちヤシの木チャンネルではこういった介護技術であったりね、まあ、こういう危険な、状況なんという説明もしておりますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。では、まあ、早速次でやっていきます。はい、ではね、ベッド上での介護をする時の事故、まあ、第5位ということで、まあ、これはね、もうヤシの木調べというか僕たちの勝手な判断で5位にさせてもらいましたけど、寝返りです。寝返りの時にやっぱり事故って、まあ、一つ起きやすいです。どういう事故かというと、まあ、肩麻痺の方に非常に多いと思います。っていうのも、肩麻痺の方っていうのはやっぱり、まあ、この場合だったらじゃあ左麻痺、まあ、本当やったらねこっちに寝返るんで、まあ、右麻痺が基本的には寝る方向やと思うんですけど、まあ、今回ちょっと見やすく、ごめんなさい、こっち左手が麻痺側やとしてください。はい、で、麻痺側ってのはやっぱり運動機能もやっぱり低下してますけど、感覚も落ちてるんですね。なので寝返りの際に、まあ、このまま手を置いたまま寝返ってしまうっていうのは事故になりやすいです。例えば、まあ、対抗ですね、褥瘡予防にこう定期的に体を横向けたりこっち向けたり、まあ、対抗しないといけないんですけど、麻痺側を下にしたまま寝返らせてしまうと、ね、このままじゃあ、はい、枕して、まあ、背中にね、枕、三角枕とか置いて、まあ、対抗ってするんですけど、この状態でじゃあ例えば1時間2時間放置すると、左手の麻痺っていうのは感覚がね、左手っていうのは感覚がないので、まあ、どんどんね血流が悪くなったりとか、さらに神経圧迫して末梢神経の麻痺まで起こしてしまったりとか、そういったリスクが考えられます。それ以外にも例えば手ですね、手っていうのも結構、まあ、弛緩性の麻痺と、まあ、ギュッと拘縮が強く、形成が強く力が入ってる麻痺と、まあ、2パターンあるとは思うんですけど、弛緩の方の場合であったら、この前だったら肩にね痛みが走ったりとか、肩の脱臼の原因になったりとかっていうのも考えられますし、手のね拘縮ですね、ぐっと力が入って形成がある場合、まあ、このままね、例えば足骨盤でぐっと硬いところでね踏んでしまった場合、まあ、場合によってはですけど骨折なんてことも考えられます。まあ、あと弛緩の場合、指もダランダランの状態であったら、まあ、あらぬ方向を向いてるにもかかわらずこのまま踏んづけてしまうと、それこそ骨折のリスクにもなってきますので、まあ、麻痺側ってのは必ず注意してほしいです。まあ、これが麻痺側じゃなくて、まあ、こっちが麻痺側で、まあ、こっちがいわゆる腱側、非麻痺側やった場合は、例えばこう踏んでしまっても本人で気づきます。なので、まあ、声を出せる方であれば手挟んでて痛いから助けてくれとか、まあ、場合によってはナースコールでもこれで押せないですよね。こっちが筋力が落ちている場合、肺葉で衰えている場合っていうのは、こっちが今の場合だったら麻痺側になるので、腱側であったとしても、ごめんなさいね、これ注意してください。これナースコール押せなくなるので、まあ、このまま放置しているとそれこそ末梢神経の障害が起きたりもしますので、まあ、どっちもがですね、ごめんなさい、最初に麻痺側と言いましたけど、まあ、麻痺側であっても腱側、非麻痺側であっても関係なく手は必ず注意してください。対策としてはもう必ずお腹の上に置いておくってことですね。そうすることで、まあ、寝返った際に踏んづけるリスクは軽減されます。で、もちろんね、こう、寝返った後もちゃんと目で見て、踏んでないか確認してあげてくださいね。はい。で、完全に側外になるって対抗の時はないかなと思うんで、反側外とかが多いと思うんで、まあ、もっと見やすくはなってくると思います。はい。では、続いて、第4位いきます。はい、今度、起き上がった後です。起き上がった後ね、ちょっと寝返りから、気胸動作の解除をして、その後ですね、まあ、寝返りして、まあ、気胸動作の後、この時に例えばじゃあこの後車椅子を取りに行くとか、まあ、そういう時にちょっと目を離す、そしたらバーって倒れ込む、これもよく見かける、まあ、よくないんですけど、ね、よく見かけるケースですね。よくありますね。よくありますよね。はい、まあ、布団なのでそこまで衝撃はないですけど、例えばこれで頭をね、ここのベッド柵にぶつけてしまうとか、行くとね、後ろに倒れてしまうとか、
まあ、場合によっては前にその転落してしまうっていうこともありますので、まあ、ある程度、まあ、起きれるなっていう、ある程度座れるなって方であったとしても、しっかりね支えておく。でこの時、この後もし車椅子に移乗するのであれば、もう先に起こす前に、先に車椅子を近くに寄せておくってことも対策の一つかなと考えられますので、そこは注意してください。で、僕たちリハビリスタッフはちょっと座位訓練ですね、する際なんかはこう後ろに回って、こうね座位の練習をしたりとか、もうあとは片膝を後ろに立てて、この僕の膝にもたれてもらうようなリハビリ、もたれるというかね、倒れないようにこういうリハビリで、ここで上肢の運動をするとか、そういったリハビリもしたりもしますので、まあ、その辺も一つ参考にしていただけたらなと思います。じゃ続きまして第3位いきます。ちょっと寝ましょう。はい、ちょっとね寝たり起きたり順番がバラバラですけど、ちょっとランキング形式にしてますので、はい、このギャッチアップです。ギャッチアップの時の注意点です。これも結構昔挟み込みの事故で死亡事故なんかもあったみたいなので、ま、結構注意してほしいんですけど、まあその時はね頭首をねこのベッド柵に挟んだままギャッチアップ起こしてしまった、ヘッドアップですね、頭を起こしてしまったってことなんですけど、これ手も考えられますよね。例えば恐怖心の強い利用者さんとかであればグッと持っちゃうんですね、今から動くって時に。そうなるとこのまま起こしていきます。ちょっと分かりやすく両手持っておいてください。じゃあこのまま頭を起こしていきます。まあこのままねベッドと柵で手を挟むってことです。まだ大丈夫ですか？まだ大丈夫ですね。大丈夫ですか？まだ大丈夫です。大丈夫？ちょっともう痛いですね今ねこれちょっと見えますか？ここで今手抜けます？無理です。抜けないですよね。まあベッド柵と今ベッドで手を挟んでる状態、これ両方ともね、例えばこれに気づかずですよ、上げていくと、今山田くんやから痛い、助けてと言えますけど、麻痺がある方ね、これ今持ってたけど、そうじゃなくて、持てない方で、例えば知らない間に麻痺の手がこう入ってたと。で、感覚もない状態でこのまま上げていくと、わからないんですよね、これね。だから知らない間に挟んで、大丈夫？まだ大丈夫。まだ大丈夫。まあちょっと今は注意してやってますけど、本当に危険なので、これ本当に気をつけてください。はい。この時の、まあ、対策ですけど、当然手はお腹の上に置いておく。で、もし恐怖で何かを持ちたいのあればね、手を持ってあげるとか、そういう対策をしてあげてください。これ結構多いです。もう一つね、さっき言ったみたいに首が挟まってしまうケースっていうのもあるんですけど、これは座位がね、しっかり取れない方とか、まあどうしても傾斜が強くて片方にこう傾いている方であった場合、例えばじゃあこう、ね、横に倒れて、例えばこんなことする人いないと思うんですけど、横に倒れてるのにこのままギャッチアップ上げていくと、頭をベッドサックに挟んでしまう。大丈夫？大丈夫ですけど痛いです。挟まってる。はい、これ本当に、まあ、これは今痛いだけですけど、これがね、昔のやつはベッドサックっていうのはもちろん幅が広くて、ここに頭が入って首締まって亡くなったっていうケースもあったみたいなので、本当に注意してほしいところです。はい。じゃあ続きまして第2位いきますね。今度は起立性の低血圧ですね。まあ、意識がもともとある方の場合、例えば会話ができる方の場合は頭をねじゃあ上げていきますよって言って上げていって、明らかに表情であったり、まあ、顔の色ですね、急に白くなってきたりとか紫色に唇になってきたりとか、あと会話ができなくなってきたりとか出てきます。まあそれが起立性の低血圧で、まあこういきなりこうグーッと上げたり、例えばギャッチアップ使わずに寝てる間、寝てる状態からいきなり起こしたりすると血圧が一時的に急にガンって下がるんですね。そうなると本当に意識消失、最悪の場合起きますので、まあ注意してほしい。まあどういう対策が考えられるかというと、やっぱり血圧ですね、日頃の血圧を知っておくってことです。日頃の血圧が急に下がりやすいとか、例えば起き上がった際、立ち上がった際に立ちくらみするような方っていうのは必ず注意してほしいです。そういう方は、まあ、僕たちリハビリとか看護師が入る場合はこうちょっとギャッチアップ上げながら血圧測りながら、途中でね本当に20度刻みぐらいで血圧測りながらちょっとずつ上げていくような訓練をしたりとか、まあ、あとはねリハビリでよく使うのが、訪問とかではまず使うことないんですけど、病院とかですねであれば立位を取っていただくときに、こう寝てるベッドがこう
腰から曲がるんじゃなくて本当にベッドそのものがこう起きていくやつね、まあ、なんていう名前かちょっと忘れましたけど、ああいうのがあるんですよ。ああいうのをやりながらちょっとずつ血圧測りながら立つ練習をしたりとか、そういう風にしていくんですけど、まあ、まず立ちくらみとかそういうのが考えられる方は本当にちょっとずつ上げていく。例えばちょっと上げて喋ってみて会話ができるかとか、もし会話ができない方であればもう本当血圧を測りながら急に下がってないかなとかで、もし下がってるんであればちょっと待ってみてもう一回測ってみる、会話してみるで様子見るで、それでも、それでちょっと落ち着いてきたなと思ったらまた上げる、そういうか上げていって、でまた会話したり血圧測ったりとかして、それでも戻らないってなって血圧が急に下がって意識がなくなってるってもしなった場合はもう思い切って頭下げてもらう。頭下げた上で足をねちょっと上げます。今度ギャッチアップの今度足ですね、足を高くする。でこの機能がない、介護用ベッドもあると思うんで、そういう場合はタオルとか、まあ、布団丸めたやつとか座布団とか何でもいいので足をちょっと高くしてあげると血圧は戻っていきやすいので、まあ、そういう風にしてください。でもし嘔吐ですね、気持ち悪くなって吐き気がするとかそういった場合は上向きのままやと、もし戻した際に、戻ってしまって誤嚥性の肺炎とか起こしたり、まあ、場合によってはね窒息なんてことも考えられるので、もし気持ち悪い吐き気するってなった場合は側外横向いていただくってことが一つ対策かなと思いますので、まあ、ぜひ注意してください。じゃあ最後第1位ですね。これはまあ結構ね介護の現場リハビリの現場でもよく見ることなんですけど、よく見るんですけど起きた後ですね、こうまあ膝立てて、まあ、寝返ってこう起こしましたってなった時にかなり浅く座ってしまっている。これ結構見かけます。この場合最悪ずらっと落ちて転倒転落の事故になります。なのでこれはまあ一つ注意点としては、まず寝てる位置ですね、お尻の位置を今無理やりちょっとやったんですけど、お尻の位置がもしこっちにかなり寄っているとこの状態で起こすとさっきみたいに自然と浅く座ってしまうんで寝てる位置を、まあ、真ん中です、真ん中向こうに寄せすぎたらそれはそれで膝がこのベッドから曲がらないんで後ろに余計倒れるリスクもあるんですけど、真ん中です。本当にうまいこと真ん中に水平移動の技術で真ん中に寝ていただいてそこから異常解除します。そう、あ、違う。起き上がり解除します。そうすると、まあ、真ん中というかちょうどいい位置に起きることができます。はい、で対策もし僕らでもあります。寝てる位置とか場合によってはこう起こし方によってはちょっと引っ張りすぎたりして浅く座ってしまうんですけど、そうなった際はちょっと浅く座ってみて、もし起きた時にこれぐらい待ってたらもう膝とか当ててください。横からでもいいし、まあ、本当やったら正面にこう入ってあげてもう本当に膝を押してあげる、もしくはね片方ずつ押さえながら膝を曲げてあげると落ちたくてもあんまり落ちにくくなるので、これだけでも一つ対策になります。なのでもしこの状態でやばいなと思ったら片方でも押さえておく膝を、で片方ずつ膝を曲げてあげて、そこからこうね、いつもの座り直しですね、座り直しの解除、膝で押してあげるとまあいいかなと思います。でそれでも間に合わない、やばいってなった時ね、ちょっともう一回浅くやばいってこう押さえても間に合わんってなったらもう寝かしてあげてください、ゆっくり。はい、これが一番です。でもう一回やり直し、真ん中に座って情報移動で正しい位置にしてもう一回やり直しで起こしてあげるっていうのは一つかなと思いますので、ぜひ注意してください。ということで今日はランキング形式でね、ベッド上でのベッド周囲での介護時の事故5選させていただきました。山田くんからワンポイントアドバイスお願いします。はい、介護事故っていうのはすごく多いです。で僕らもそうなんですけども、もう今個人で何かあった時は訴えられてしまうので、うん、本当にゆっくり確認っていうところですかね、それをしっかりやっていただいて事故を未然に防ぐっていうのが一番かなと思います。そうですね、はい、会社が守りたくても守れないケースもありますからね、はい、本当に一人一人個人の技術っていうのは大切になってきますので、ぜひ注意してください。いつもコメント高評価ありがとうございます。
これからもこういう形でね介護技術を紹介していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。